黒沢智代さん演じる神アニメキャラ2000、一人目、岩倉光美、田舎から東京の高偏差値高校へ入学した頭の良い少女。天然で空気は読めないが人柄は良く、周りにいい影響を与えている。必死な表情がなんか可愛い。二人目、大前久美子、吹奏楽部に所属しており、低音パートでユーフォニアムを担当している。冷めた性格で、思ったことがすぐに口に出てしまう。だが、高校生活での新しい出会いを通じて、意識や思いの強さが変わっていく。卵料理好きなのなんか可愛い。